それでは第31回虹の餅商工フェスティバル、ただいまよりオープンです。どうぞ。ありがとうございました。撮っていただきました中の方にお入りください。よろしくお願いを申し上げます。第31回商工フェスティバル、ただいまオープンをいたしました。ありがとうございます。いらっしゃい。頑張ってますね。あ、頑張ってます。大変なことですよ。終わらないよ、これ。これは、何作ってるの？アートベンチ、これ。こんなデザインの。そうそうそう。小学生の、養生小学校4年生の3クラスで1つずつ作ってもらうようにデザインを描いてもらって、でそれを図案化したのに塗ってもらうように今やってるんですけど、勉強してるんですね。そう、色付けを小学生にしてもらうようにしてんの。一番のおすすめどれですか？どれですか？一番のおすすめですか？はい、全部おすすめです。その中で、僕が勧めるのはやっぱ豚キムチ丼ですかね。私もです。これですね。はい、あとは手作りで焼き菓子もやってるんで、はい、これも全部焼き菓子。はい、これがおすすめです。はいはいはい。結構種類があるね。結構種類があるね。そうですね、美味しいです。それももう買ってていい？お茶付きで400円。お茶付き、茶葉付き、茶葉付き。こんにちは。何か食べる？これ出して。ほら、会計どこ行った？どれか言ってよ。これを教えていただきましょう。いらっしゃいませ。と言っても聞こえないと会場で楽しんでいただきたいと思いますけども、本日はたくさんの、露店の皆さん方にも出店させていただいておりますので、どうぞ商工フェスティバルでございますのでね、こちらのお店をお過ごしていただきたいと思います。いろいろ注意事項がありますので、後ほどまた皆さんの方にお願いをしたいと思いますので、それではこちら、ステージの方を始めさせていただきたいと思います。まずは種子島東大と保存会の皆さん方にご登場いただきます。よろしくお願いを申し上げます。こっちか。ちょっと待って、しっかり作ってくださいね。難しい。あ、取れた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 、お母さん、ほら、ほら、取れた。小さいです、頑張って。頑張って。ちょっと待って、ちょっと待って。取れた。取れた。作ってるかな？あ、ありました。なかなか難しいかな。入ってないですね。
で全然破らない。もう一個つけようかな。ちょっと月が甘かった、ごめん。もう一個つけようかな。剥がしてもいいよ。もう一個つける？好きなところになんか、うん、そこでもいいよ。で、ちょっと押さえて、死神様からまだまだ大丈夫です、ね、ならないから、これがそのまま映るか。何貼ってくれたのかな。タトゥーシール貼ってくれたから、はい、これか、お化けみたいな、ですね、はい、運があるといいね、はい、おー、ほんとや。何でシール貼ったの、はい、あの、なんだっけ、これこれはそれぞれお2個貼ってあったよ。あげました、はい、2個やった気がする。石川、石川じゃねえ、東か。これえ、これすごっ、これでちょっと乾かそうかな。おにぎりとセットで400円です。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。他のおにぎりです。おいしそう。おいしいです、もちろん。こっちですね。こっちが、こっちがおすすめ。こっちが一番のおすすめです。はい。特徴は何かありますか？特徴は、はい、火事の味方ですよ。特徴は、特徴は、いろいろと機能がついておりまして、タイマーとかも使えますし、
くて、あとご飯が炊けるこのやつを、あ、これですね、これで炊くわけです。これをここに置いて、それで炊飯っていうボタンを、ご飯だ、ご飯っていうボタンを押すだけでもうご飯が炊けてしまいますので、うん、それが便利です。あとはもう中、これが一番今流行ってます。流行ってるわけですね。流行ってますね。水で全然使えるわけですね。もう水を入れないで、なんか、いろいろと使えます。何でも作れるので、これだけで、でもう汚れないっていうのが一番のベスト。あのレンジの中一番汚れますよね、ここはね。そうです、ここは一番汚れるんで、はい、それがないと、もうやっぱり掃除も大変だし、はい、こちらが子供たち、ずっとこうやっぱり、いただきますと、今日はこういう味方ですね。はい、ですね、とても、はい、何かいただけるんですね。マリオ軍団と、あと、バンバンバンも、これで大体、7、8万円ぐらい。その、販売店によって違うんですけど、はい。ちょっと私はこれがグレードの、結構いい、一番いいグレードのやつなので、続けていきたいというふうに思いますけども、私はアロハテニスタジオよりプラを5曲、これ LP ガスで使うわけですか。 LP ガスで使えますね。そうですか。はい、ありがとうございます。そのままいいですか。録画してるので。その私は、はい、今もドキュメンタリーのやり方で。あれ？今引っかかったのか、これ。あ、大丈夫です。これだけで。すいません、それも撮ってます、今。あ、そうですか。大丈夫ですか。あれと思ってない。どこ引っかかったかなと思ってね。はい、せっかくだからやっぱりね。はい、はい、どうぞ。マスクいいですか。はい、はい、ちゃんと持ってもらっていいですよ。はい、いいですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、はいはい、はい、どうもすみません、ありがとうございます。はい、いい土産になりました。はい、はい、じゃあカメラお願いします。はい、ありがとうございます。はい、すみません、どうも。全部撮っちゃいました。はい、ありがとうございます。몇 년 만에 오신 거예요? 아, 4년 만에. 4년 ぶりに来てます。 4年ぶりですか? 結構経ちますね、やっぱりね。 随分時間がちょっと空いてましたね。 今回はどんなものを描くんですか? はい。 今回はどんなものを描くんですか? 아, 이번에는 어떤 걸 그리신? 이번에는 이제 아드벤치하고 아드벤치 또아트간판하고또프로그램으로브로치브로치스크린또아토노간판とか네요가이죠미
前回저전하고조금틀린내용예예조금마이도한것이違う内容で。それ塗らなくてもいいし塗っても大丈夫です。逆に言うと塗り方はもうご自分で好きで、例えばこの真ん中だけを塗ってここの銀ホイールの質感を残したままにするでも、はい。